たの身勝手な暴力に耐えてきたんだよ。妹はぐちゃぐちゃに泣きながら泣きながら殴り続ける。一発で終わるはずのビータが止めどなく降り注ぐ。私たち家族のお母ちゃんの痛みがわかるか。父はへなへなっと崩れ落ち、唇から流れる血が畳を染めた。その日以来、父の酒乱がピタリと止んだ。アンディ・ウォーホルが急死し、僕は5年間のアメリカ生活を終えて帰国した。母は大喜びで僕を迎え、毎日美味しい手料理を作ってくれた。僕がホームレスをしていた時代に日本はバブル景気に沸いていた。僕にとって浮かれてる日本は居心地悪かったが、絵の個展でことごとく絵が売れ、一気に100万以上稼いだ。さあこれを元手に次はヨーロッパ移住だなと。まあどうせなら地球の大きさを感じるために陸路でヨーロッパ向かおうかな。半年も居つかずにまた旅立つ僕を母が引き止める。アキラ、せっかく帰ってきたんだからもうちょっといてちょうだい。僕は言ってはいけない一言を言ってしまった。子供の頃僕を置き去りにしたあんたに引き止める権利はない。一瞬言葉を飲み込んだ母は蒼白になってうつむいた。あんなに悲しい人間の顔は未だに見たことがない。
へ。俺はこの歌を捧げたい。全ての夢を人たちを旅立たせるためここへ来た。世界は豊かで果てしなく笑える。